はい、どうも、イズログです。今日は1日2回撮影をしてて、まあ一応、まあここバーベキュースペースというか多目的用途の高い場所にしたいんで、ウッドデッキを置いて、まあ布団を干したり、雪が降ってても、まあここで焚き火したりとかね、あそこにちょっと屋根を、なんだろうな、屋根をつけて開閉できるなんか屋根っぽいのだったり、あと単管で屋根組んで、まあいろんなことができるスペースにしたいなぁと僕は思ってるの で、あとはちょっと車の駐車場を、まあ大体ここ家のここら辺までどんまでちょっと車持ってきたいんで、あ、石をねどかしてきます。コンクリートハンマーでも、コンクリートハンマーでこんねえとちょっと硬いな、これすでに地面が。まあ、あとこれのでっかいな、でかくて長いのもちょっと凝ってきます。